きよ、青いシャツ着てさ、海を見てたわ。私は裸足で小さな貝の船浮かべて泣いたの。わけもないのに恋は、私の恋は空を染めて燃えたよ。死ぬまで私を一人にしないと、あの人が言った。ピンキーとキラーズ、恋の季節でした。これ岩谷時子と泉拓さん、岩谷時子が作詞、泉拓が曲。いや、岩谷さんと泉拓さん、どちらも私のとても好きな人なので、この曲、聞いたことはあったんですけど、ちゃんと鑑賞したことがなかったので、最近ちゃんと初めて鑑賞していいなと非常に思いまして、ちょっとやってみました。泉拓さんはね、いや、素晴らしい。もうね、彼の書いた曲の楽譜とか見てると美しいんですよね。すごいいいんですよ、泉拓さん。ドリフのいい湯だなとかね、友達はいいもんだっていう曲が、これ三木たかしか、泉たくさん好きだとか言っておきながら、意外とスッと思い浮かべないという。でもね、その手のひらを太陽にが大好きですね、私。
小学生ぐらいの時には使ってた歌本とかに手のひらを太陽には載っていて、その頃から好きですね。そう、泉拓さんは最近ラブリーサマーちゃんっていうシンガーソングライターがいますけど、彼女のおじいさんだそうです。すごい祖父を持ったもんやでと思いますけど、ラブリーサマーちゃんはブリッドポップみたいなすごい詳しくてお好きなようで、彼女の音楽にもすごいそれがね入ってる感じがしますけど、今日なんか、ね、パソコンがもう古くてダメなのかわかんないけどね、ツイキャスのこのページからいつもみたいに配信をしようとしたらダメで動かなくて、今日初めて iPhone から直でこう配信してる感じなんでね、なんか使い勝手が違ってちょっと気持ち悪い感じなんですけど、ね、そう、これ僕はまあ最近触れた音楽っていうのをテーマに配信してます。で、そうですね、最近触れた音楽で言うと、最近触れたっていうのもおかしいんですけど、こう赤とんぼっていう歌があるじゃないですか。夕焼け小焼けの赤とんぼのやつですね。そう、これ昔から知ってる曲なんですけど、知ってるようで全然知らなかったっていうのがあって、このねえや、15でねえやは嫁に行き、お里の頼りも耐え果てってあるじゃないですか。ねえやってなんなんやねんって普通に、いや昔の私は姉ちゃん、まあ実の姉ちゃんみたいなものを想像してたんですけど、全然ちゃうんですねこれね、実の姉とかじゃなくて、いや子守のお姉さんでっち暴行とか言ってね、ある時期、いつぐらいですかね、私の祖父もでっち暴行してたらしてこう東京の方に出てきてたらしいんですけど、私の祖父だから、うちの父が1952年生まれぐらいでしょ、でまあその30年ぐらい前に生まれてたと。したら、私の祖父は1920年代とかね、そんぐらいだと思う、もう亡くなってるけど、なんですけど、そのぐらいの人が 10代前半とかと10代半ばとかだから、要は1930何年、第二次世界大戦のちょっと前ぐらいなんですかね。でっち暴行とかでこうたくさんの人が、まあ割となんか裕福なお家の方にこう働いて食わせてもらうみたいなね、そういうのをでっち暴行とか言ったりで、まあ男性だったらね、ガテン系の仕事みたいなのとかやって食わしてもらってとかあるかもしれんけど、女性だったらなんかそのお家の子供の子守をするとかいうことがきっとあったんでしょうね。だから子守暴行とか言ってね、
まあ、ねえや、赤とんぼのねえやは子守暴行している少女であって、まあ、10代半ばぐらいなんですかね。それをそのねえやに子守をされている私っていうのがミキロフ、作詞のミキロフなわけですね。ミキロフさんはこれ両親が離婚してるらしくって、なんか7歳ぐらいって書いてあったかな、どっかに。祖父の方に引き取られて、そこにまあ子守のお姉やが、祖父だけじゃね大変だろうから子守の姉さんが来て、ミキロフと多分遊んだりとかね。7歳だから、7歳とかだとね、さすがにこうおしめ変えてとかそういう感じじゃないだろうから、遊んだりとかね、まあ危ないことがないように見守るぐらいのことだったりするのか分かんないけど、まあその遊びの中でか知らんけど、追われてみたのはいつの日かって、夕焼け小焼けの赤とんぼ追われてみたのはいつの日かっつって、追われてっつうのはこう追いかけるじゃなくて背負うっていう意味の追うですから、ねえやにね背負われたっていうことなんだろうな。まだ7歳ぐらい、5歳とかかな、なんかで見たんですけどちゃんと覚えてなくてあれだけど、まあ5歳とか7歳とかね、まあ遊びでこう遊び半分で背負ってもらうみたいな、とかちょっと疲れたとかでだだこねてみるとかね、まあ姉やに背負ってもらうシチュエーションってのはいくらでもあると思うんですけど、そのミキロフ自身の実際の思い出を、多分30代ぐらいの大人になったミキロフが、なんかな、実際にその頃にもなんかこう赤とんぼが止まっているのを見て思い出したみたいなことで、これだから4番かな、夕焼け小焼けの赤とんぼ止まっているよ竿の先、これがずっとねえねえやと過ごした時代よりもずっとあとの大人の時代を表している4番なんでしょうね。そう、4番がだから解雇のパートが1番2番3番で、4番が今の時代、今の時代目の前で止まっている赤とんぼを見て、あの頃の赤とんぼのある風景を思い出しているみたいなね、そういうことなんかなって思いますけどね。そう、子守暴行っていうのは武田の子守唄っていう歌にもあって、で赤とんぼはそのミキロフ少年がねえやと過ごした風景にあった赤とんぼのことね、赤とんぼのある風景でねえやと過ごしたことを顧みているわけですけど、武田の子守唄はねえや側の視点というかね、別にいや、そのミキロフのねえやじゃないんだけど、京都の伏見っていうところに武田っていう土地があって、そこで似たようにね子守の仕事をしている、そのうちの子じゃない外から来てる少女かなのこう悲哀の歌みたいなのが武田の子守唄なんですね。まあなかなかこう自分のふるさと離れて、子守別のお家にね養ってもらいながら、そうやってよその子供を見る仕事をしていたりっていうのは辛いこともあるんだろうなっていうのが武田の子守唄には描かれているんですね。武田の子守唄はね、ソウルフライワーユニオン、赤い鳥ですね、翼をくださいとかを
有名にしたつか作ったんですね。で世に送り出したバンドが買い取り、これかっこいいんだよな、ビートルズとか好きなんだろうなって感じですけど、あのポンタ村上秀一さんっていうドラマもメンバーだったバンドで、村上さんが演奏しているライブで演奏している翼をくださいの赤い鳥のパフォーマンスとかね、検索すると多分見つかると思うんで見てみてほしいですね。すごいかっこいいんですけど、まあそんなかっこいい翼をくださいをやってた赤い鳥の代表曲でもあるわけですね。武田の子守唄は彼らのシングル、まあでもその元々がね民謡、京都の伏見の武田の民謡だからカバーみたいなことなんだけど、まあこのまあそうで現地で歌われてる子守唄だ、子守唄っつうのは寝かしつけの歌じゃないんですよね。子守をしている人の歌っていうことだね。それを、まあ、聞き取ってこう世に広めたい存在がいるんですね。でそれがなんかフォークシンガーとかの間でちょっとした話題になって、いろんなフォークシンガーたちが演奏するようになって赤い鳥もやるようになってみたいに広まっていったそうですね。この辺の話は先週もしたかな確か。でそうやって武田の子守唄をめっちゃたくさんのシンガーが歌ってるんですけど、その中にねあの一青窈さんも武田の子守唄カバーしている、カバーして発表しているシンガーの一人で、とても素晴らしい演奏をしてるんですけど、一青窈さん私としてはこう花水木ですね。5月ぐらいになると私の町にはね街路樹が、街路樹たくさん植わっていて、その中に花水木もたくさん植わっているんですけど、町をスイスイ行ってるとしょっちゅう5月ぐらいは花水木に出会うんですけどね、大旅行その時期になるとよく思い出すんだけど、武田の子守唄を一青窈さんがやってるから武田の子守唄つながりでね、あ、一青窈さんやってるんだ思って思い出して、彼女といえば花水木かなと思ったんだけどこれね知らなかったんですけど、花水木は2001年の同時多発テロのことが背景にあるらしいですね。ニューヨークの方に一青窈さんのお友達がいたらしくて、でまあなんか手紙のやり取りとかする中でこうアイデアが生まれた曲らしくってね、歌詞とか結構違ったらしいんです。結構なんか銃っていう言葉とかテロとかそういう直接的な言葉が入った歌詞だったらしいんですけど、それが変わっていって現在のまあちょっとなんて言うんでしょう、献身的な愛の歌みたいな感じになった、不思議なことですよね。まあね、事件が2001年でこう花水木が録音されたものが世に送り出されたのが2004年ぐらいなんで、まあ、3年ぐらいの時間があってこう変わっていく時間があったんでしょうね。なかなかですよね、こう割とポンって作ってパッと発表しちゃうっていうのがまあプロの世界な気もするけど、中にはこういう歌もあるんですね。それでいつもない有名な曲になりましたから、すごいことだと思いますが、作曲が益子達郎さんで、もらい泣きの時も担ってた
人ですね、作詞が人というさんということで、うん、コードとかもね結構込み入ってますよね。ちゃんとコピーしたくなる感じ。いろんな人がこれも歌ったかな、花見月ね、歌がうまい感じの人が歌ってるイメージありますよね。花見月ってこう英語でドッグウッドっていうらしいですね。なんか犬の皮膚病の治療に花見月を使ったっていう由来があるとかないとか。でも厳密には花見月じゃなくて別の種類の植物だったみたいなことが書いてあった、ウィキペディアに書いてあったけど、面白く1912年ぐらいに日本がねワシントン DC にアメリカのねソメイヨシノを送って、その3年後ぐらいにこうお礼としてもらったのが花水木だったらしいんですよね。だからそれが我が日本のにおける外来種である花水木の始まりみたいな。その花見月なんだろうね、なんかそういうお返ししてもらったことに報いるみたいなニュアンスもひょっとしたら曲にね読み取ることができるかもしれないですよね。まあ関係ないかもしれないけど、なんか二子玉川の商業施設に由来するとかいうね、これもまあウィキペディア情報なんですけど、ドッグウッドプラザっていうのがあるんだ、二子玉川に。そこに人というさんが学生時代によく行かれたとか、慶応の学生さんだったんですね。頭がよろしい、ひどい表現だけど頭がいいんだろうなと、うん、そう、人とよさんのホームページ見るとねすごいいいこと書いてあるんで、あの読んでみてください。なんかお母さんをね割と人とよさんが若いうちにも亡くされていたりしてね、なんで歌うのかみたいなこととか参考になるかもしれません。あなたが歌を歌う人だったらばですけれどね。そう、そんな人とよ、あの話変わるんですけど、ちびまる子ちゃんって主題歌をことごとく漫画原作者のさくらももこが書いていて、あピーヒャラピーヒャラパッパパラパ踊るポンポコリンですね、このさくらももこさんが歌詞書いてるんですけど、あの夏にタクタクというライブハウスの話っていう特別番組みたいなのやってて、それがまあなんかテレビアプリとかでも配信されてて1ヶ月ぐらい見れて延長しますっつって、結局2ヶ月ぐらいなんか見れる期間があって僕も見たんですけど、タクタク、あの僕クルリとか大好きですし興味があったので、そしたらそのいろんな人が出ていて、京都タクタクに出ているたくさんの有名な人たちが出演してタクタクについて語る
まあ要はタクタクについて、ライブハウスっていうのは要は人箱だけれどもね、人がやってるもんだから、結局なんか水島さんっていうこう店主の話になっていくんだけど、いろんなミュージシャンがまあその水島さんとのこととかね語っていて、その中に近藤房之助さんが出演していて、まあブルースのシンガーね、ブルースのこうベテランさんみたいな感じで取り上げられてたけど、その時に私は気づいてなかったんですよ。で最近踊るポンポコリンを鑑賞して、B クイーンズがね、あのちょっとおかしな感じの衣装着て、帽子とかメガネとかかぶってね、男の人と女の人が歌ってるみたいな感じの BB クイーンズは近藤房之助さんなんですね。近藤房之助さんと坪倉優子さんと、あとまあメンバーがいるんだけど、その歌ってんのこの2人で、そう夏にそのタクタクというライブハウスの話を見た時は僕全然気づかなかった。ビビークイーンズが近藤房之助さんだって知らなかったんですね。それでなんか最近になってアドルポンポリン鑑賞して、あ すごい、ね、パフォーマンスしてて、まあ、歌詞とかもすごいしメロディーもすごいんだけど、とてつもねシャウトをかましてるんですよ。主に坪倉さんがこうメインボーカル歌ってて、近藤房之助さんがこう囃し立てたり合いの手のフレーズを歌うっていうのがビビークイーンズの踊るポンポリンスタイルなんですけど、あれですね、近藤房之助さんはタッタタラリラ担当ですね。あの歌の合間でタッタタラリラピーヒャラピーヒャラっつって、タッタタラリラをこう張り上げた声で歌うっつって、それでねなんかどこだったっけな、ね、2回2コーラスでのねサビに入る前あたりでね、とてつもないシャウトを近藤房之助さんがかまするんですけど、これオリジナル音源にも多分普通に入ってるんだけど、なんか検索するとなんかテレビ番組かなんかでパフォーマンス、ライブパフォーマンスしてる時の映像も出てきて、このシャウトがオリジナル音源以上のとてつもない熱量になっていて、とても真似できないんですけど、私はすごいんで笑ってまうぐらいね、すごいんで聞いてほしいですね。まあ記憶にね、ちびまる子ちゃんのオープニングとエンディングに両方に使われたことがある曲で、記憶にある人が多いだろうとは思いますけどね、改めて聞いてみてほしいです。近藤房之助さんのシャウトをね、すごいね。これ織田哲郎さん作曲でね、走れ正直者っていう西城秀樹さんが歌ったやつも桜の丘作詞織田哲郎作曲みたいな、なかなか面白い曲で覚えてる人もいるかもしれませんね。タッタタラリラピーヒャラピーヒャラパッパパラパ、すごい歌詞ですよね。まあなんて30分になりそうなんでこの辺にしますね。